ポサードは、キエフルー式帝政ロシア機に用いられた、城塞の外の市場や、商工業者の密集して住まう地区を指す用語である。ポサードという言葉の原義は、移住地という意味である。キエフルー式には、一般的に都市は丘の上にあり、城塞外にある居住地はそれより、下部に位置していたことから、城塞外の居住地域は、ポドールと呼ばれていた。また、商工業者の居住地は、 や毒と解明された。現在では、パブロフスキーポサード、セルディエフポーサードなどの自治体名や、都市内の地区の名などに、ポサードの名が残っている。キエフルー式キエフルー式のポサードには、商人、職人が住み、市場があった。市場では、陶器、武具、ガラス製品、銅製品、遺コ服、食品、食塩、老働が売られていた。大都市のほとんどには、 ポサードが付随していた。しかし都市が攻撃を受けた時には、攻撃か放火によって、完全に破壊されるのが常だった。ポサードの住民は、城塞内に逃れるか、もしくは殺されるかであった。これは、都市が小規模である場合や、吸収を受けた場合には、城塞の門はすぐさま閉じざるを得なかったためでもある。帝政ロシア期パブロフスキー・ポサードの風景、井ゲタ・サダ ロワジテン P786、イゲタサダヨシ、ロワジテン P740、モース、ワルター G、A History of Russia, 通1917、ロンドン、ウィンベルデンパブリッシャーズ、ピアニッシモ、3637。ありがとうございます。